小豆島の西の端、瀬戸内海を一望できる小高い場所にあるのが、おととしオープンした224ワイナリーです。海風を浴びて育まれたブドウのスパークリングワイン、シマシャンが一押しです。瓶の中で二次発酵させるシャンパーニュ製法で作るため、炭酸の泡が細かくクリーミーなのが特徴です。デラウェアの香りを殺さず、開けたら香りがふわっとデラの香りがする、喉越し入れた時に炭酸でシュワーっとなって、また2度目に口の中でそのデラウェアの香りとシャルドネの風味がふわーっと広がるような感じで、すごく幸せを感じていただけるようなシマシャンになっております。オーナーの志賀さんはもともと大阪で会社を経営していましたが、出張で訪れたアメリカカリフォルニア州でワインの虜に。50歳になってから母親の地元として馴染みがあった小豆島で醸造所とブドウ畑の準備を始めました。ここを来る前はもうこのような全部山やったんです。で、まあ、そこを約5年間かけて、まあ、木を切ってきれいに整地して穴掘ってブドウを植えていきました。ぼちぼちと5年かけてゆっくりとやりました。そうした苦労と島の恵みを受けて完成したシマシャンをより美味しく味わうために、小豆島中のグルメを集めたイベントがゴールデンウィークに開かれます。そのイベントで提供されるグルメの一つが生ハムです。小豆島の東の端にある草壁ハム製作所では、小豆島で放牧された豚のもも肉を19ヶ月間熟成させて作っています。小豆島、意外に冬場はですね、北西の風が強くて乾燥してます。冬場は窓を開放して潮風に当たることで、より風味が熟成されるんじゃないかなと。こだわりは小豆島の醤油蔵の麹菌を使って発酵を促進させていること。本場ヨーロッパのものより塩味は抑えつつ、旨味が強いのが特徴です。イベント中は原木からスライスしてすぐの生ハムを味わえます。切りたてということで、風味味とも一番おいしい状態で提供できると思います。イベントに参加する店は他にも。去年12月にオープンした小豆島惣菜店です。小豆島で採れた魚や野菜を使ったお惣菜やお弁当を販売しています。このお店のコンセプトは、ニュージーランドワインがとてもこの瀬戸内海の風土にとても合うっていうところと、も魚介類ともとても相性がですね、良くてですね、おつまみとして、ニュージーランドワインに合うような。イベントでは224ワイナリーのシマシャンと合う料理を数種類作る予定です。冷えたシャンパンと美味しいお惣菜と美味しいものが待ってますんで、ちょっと頑張って皆さん来ていただきたいなと思います。他にも蒸し牡蠣やカレーなど、島中のグルメを堪能しながらワインを楽しむイベント、シマシャン冷えてますは、あさってから来月6日まで224ワイナリーで開かれます。出店する店は期間限定なので、インスタグラムなどをチェックしてみてください。